観光面についてはやはりこの放射能の問題が大変の大きく影響したものですから、私がテレビに出るたびに余計に放射能で心配される方々がいっぱいいたもので、船下りについては2割ぐらいしか来なかったと、これは実際ほとんど放射能は検出されません。濁った水というのは28ベクレルぐらいあったんですけども、1ベクレルになったのが1回ぐらいでほとんど不検出でした。ただ風評被害の中で観光面については3割ぐらいの状況の方が多かったですね。でも今年になってからはやっと5割半分ぐらいは戻ってはきました。気についても100ベクレル以下です今は。ただ干し柿にした時にこう乾燥するものですから、はい、の数値がちょっとまだわからないというふうなことで不安はあります。ただ米については、全地区8地区販売してよろしいというふうなことでございましたから安心しています。庁舎の上にですね太陽光パネルを今度は上げるというふうなことと、それは病院にも使う、であとは蓄電機も用意をして、ここで指示を出すことができないと大変なもんですから、それらをきちんと進めたいと。あるいは丸森町2つ2町6か村の合併な町なもんですから、そこの今は町づくりセンターって言ってますけども、そこには発電機なりを全部設置をするというふうなことで、避難されてきた方々についての対応というふうなことも進めるというふうなことです。丸森は自然が豊富なところでございまして、四季折々に変化のある大変きれいな町でございます。キャッチフレーズは水と緑の輝く町丸森でございます。そしてまた人も輝いておりますので、ぜひ丸森町においでをいただきたいというふうに思います。